よし、たった一個の缶に入るだけなんだ。俺はやるぞ。しゃあ、何でもかかってこいや。早すぎー。今日誕生日だよ。誕生日にこんなコース作らせんなって。誕生日で早すぎーと説教してるやつ絶対この世にいないかな。しかもあの旅館全部入れないように作ってるんだよね。はい、それじゃあ本編入っていこうか。どうもパイプキングです。今日もトロールコース一発マリオやっていきますか。で、今日のトロールコース、トゥルートロールトリッキーということで、トリッキーな真実のトロールコースということでしょうか。で、これね、正直に話すとダウンロードしたコースの中に1年ぐらいずっと埋まってたんだよね。で、なんでやらなかったかって言ったら、なんかサムネからしてやる気がない。いや、サムネで決めつけるのは良くないよな。きっとすげえ面白いコースなのかもしんない。それじゃあ早速やっていきますか。クリア率は 0.56%。 だから YouTube でもサムネが悪くて面白い動画っていうのはたくさん埋まってると思うんですよ。だから僕の動画のサムネが悪くても見てくれると嬉しい。コビ寄るな、そういうところだぞピオキング。お前の実況が面白かったらみんな見てくれるさ。はい、どうもこんにちは。これさ、めちゃめちゃ古いコースなんだよね。約2年半前だったっけな。だから右に行ったら多分オンオフが変わると思う。だからこのオンオフした状態で右に行けば進めるはずさ。開幕ドクルマン、やるじゃない。古いコースだからって甘く見ていたよ。ならば何もしなくていいんだね。よしかー。ハッピーバースデートゥーユー、ハッピーバースデートゥーユー、ハッピーバースデーディアピオキング、ハッピーバースデートゥーユー。これ見たことある。多分ね、こうダッシュで行ったら途中で隠しブロックがあるんじゃないかな。だから指で一個一個こうやって行ったら大丈夫。え、こんな行き方でいいの？絶対違うと思う。もしかしたら今日誕生日の方いるかもしんないね。7月6日じゃなくても、この動画を見てる日が誕生日の方いるかもしんない。そんな方のために歌わせてくれ、僕の絶叫誕生日の歌を。おめでとらいもー。誕生日ぐらいさ、もうちょっと自分をいたわった動画を作った方がいいんじゃない。おめでとライフォースとかわけわかんないこと言ってないでさ、もうちょっとみんなから祝ってもらいやすくなるような動画を作った方がいいと思うんだよな。なんだお前、ありがとうよ、わざわざ誕生日に花なんて持ってきてくれて。右はなんないんだ、右は花か。もうそんなに大量にいらねえって、嬉しくないんだからね。じゃあ左から行こうか。左も行けねえじゃねえか。出せ、出さんかー。ピオキングよ、お前は何か勘違いをしているぞ。トロールコースで罠に引っかかることこそがお前への最高のプレゼントじゃないか。そうやって去年も一昨年もみんなからトロールコースをもらったじゃないか。めちゃめちゃ鬼畜すぎんだよな。もうやめてくんないかな。もうコース送ってくるのやめてくんないかな。いや、本当にありがとうね。マジでやめてほしいなんて思ってないからさ。それはやめてくれ。あ、多分来ると思うから早めに行っちゃおうかな。スパチャありがとうございます。すげえやらず。こんな笑い方してたらまた言われるって。下品な笑い方すんなって。じゃあ上品な笑い方ってどうすりゃいいのよ。ちょっと一旦試してみていいかな。いや、キモめちゃめちゃキモかったね今。上品な笑い方が分かって。ちょっとこれからね、チャンネル登録者数を増やしていくためにもうちょっと頑張りたいなと思うんですよ。だからその時に大事になるのがやっぱ笑い方も大事になってくると思うんだよね。だから上品な笑い方の練習をしていきたいなと思うんですけど、裏声とかで笑ったら大丈夫なんかな、可愛い感じで。やべ、ここカットしていいかな。というか鍵取れないんだけど。あ、左のブロックが鍵ですよみたいな。オッケーオッケー、そろそろ中間ポイント欲しいよ。やべ、今のところマジでカットするかどうかした方がいいと思う。ちょっとピンを入れておこうかな。で、ここは2分の1かな、右か左か。右行ってみるか。頼む、こっちに合ってて。もうバカー。急に幼い。でもね、幼いのが好きっていう方もいるんですよ。その方のためになっちゃうけど、ちょっと一個だけやっていいかな。ぷっぷーおねれぷっぷー。これを好きって言ってる方結構大人だぞ。子供も2人ぐらい確かおったような気がするんだよな。そんな大人がおねれぷっぷー。これ戻ったらどうせやられるんだろ、分かってんだよ。何もいないのね。え、もう一回入れるみたいな。あ、上に連れて行かれたけど。なるほどね、C 耐久ね。これさ、でもチェックポイント取ってないから全然 C 耐久やらなくてもいいんだけど。これは上、いや、ちょっと難しくないかこれ。これムーンウォーク
けないっす。そして右の針のところに行けばいいのかな。ちょっと難しくない、あの一マスの針を届け。うますぎんたまりよえ、これもう一回やり直せみたいな。え、で次はどこ行けばいいの。あー、左側に行けってことか。いや全然余裕だよ、一発マリオ名人よ。なめるなー、くそー。今行けたら絶対かっこよかったんだけど。いやでもね、絶対次でいけると思う。これそんなに難しくないよ。もう右ギリギリから左に走ってギリギリジャンプ、よっしゃー、これが一発マリオ名人。実はさ、まだ口内炎がめちゃめちゃ痛いんだよね。その中でこんなに喋ってる僕を褒めてほしい。さあ中間ポイントはあったね。うわー、下崩れそう。これ砲台とかなんじゃない、砲台じゃない、鉄球とかなんじゃない。鉄球だね、ここで中間ポイント。やってないよと思ったけど、やってない。今思ったんだけど、さっきおならプップーってしたじゃん。その方見てなかったら最悪じゃない見てる前提でやってったけど大丈夫かな。じゃあここは左はブラペ、右は鉄球が壊されまして、お花。いや今のお花っていうのもコメントであったんだよね。開幕シリーズを開幕花とかじゃないで、開幕お花とか言った方が語呂がいいと思いますみたいな。で今度も2分の1か、うわどっち信用しよう。え、次はこっちだ。おお、よしよしよし。そんな2分の1何回も引っかからねえことなんてねえよ。さあ土管に入っていこうか。次は何が来るんだい。また2分の1何個も来てもいいよ。ここは下に降りてっていい。てやでい。どっちも合ってんじゃねえか。さっきの喜びを返してくれよって思ったらピースイッチが鳴ったね。あー、分かった分かった。ここでオンオフをしてさっきの場所に進めば毒沼に落ちないっていうことなんじゃない。それで上に進めますよみたいな。オッケーオッケー。でここでもオンオフをして上に行けっていうことだと思うんだよね。これどっちかが罠とかそういうことはないかな。あー、どっちもキノコなんだね。でこれはどっかに穴があると思う。真ん中左で行こうか。右は足はないと仮定して真ん中ジャンプ、そして左ジャンプの土管に行くよ。でここで真ん中でジャンプ。ジャンプしすぎなんだよ。右左で行こう。右ポンプっていうことはないよな。普通の足場じゃないと左のガリガリに届かないと思うから、ここは普通の足場だと思う。オッケーオッケー。そして土管に入る。よし、まさかの真ん中だけオープンっていうね。どうすればいいんだ。あっ、誰か助けて。分かっちまえばこっちのもんなんだよ。ここに待機してるから。だらしゃー。今日うるさくない？誕生日だからといってちょっと調子に乗りすぎてんでねえの？たまには静かにやってって緩急をつけていかないとみんなに飽きられちゃうよ。だから少しだけ静かにやっていこうか。ここはオンオフしてすぐ左にダッシュ、そしたら渡れない。もう一度オンオフをしようか。なぜ何回もオンオフが変わるんだい？いつ僕は進めることができるんだい？何度もすればいいのかい？これは僕と君との勝負かい？なんかピースイッチが変わったね。乱入してきました、違うやつが。でもあのピースイッチがなくなったら僕は先に進めることができるんだ。さあこのまま先に行こうじゃないか。さあ中間ポイントに。もうあってもいい頃だよ。中間はこのちくわブロックの下にあるとかそういうことは絶対ないと思う。だからオンオフをしてすぐ右出しだ。やり直しー。ならオンオフをせずに右まで進んでいいのかい？そしたら勝手にオンオフが変わってくれるのかい？閉じ込められるとかそういうことはないよね。変わらないじゃないか。ジャンプしてみようか。ジャンプしたらオンオフが変わってくれました。うるせえ。じゃあオンオフをして、中間ポイントあんじゃん。あの中間ポイント絶対ものにするよ。右出しだ、右出しで中間ポイントですよね。くそ。え、これじゃあどうやって取ればいいんだろうな。あ、わかったわかった。みんなちょっとね、僕冴えてるから見てて。ここでジャンプするふりをする。そしたら中間ポイントゲット。よしよし、冴えてる冴えてる。僕は何もしないよ。受けません。右に逃げてみようか。下から何か出てくる予感しかしないんだけどな。一瞬キノコ出てこなかった。ここめちゃめちゃ一瞬じゃなかった？あんな一瞬どうやってたら。しゃがんで取るってことかな。しゃがんでおいたら大丈夫なんじゃない？じゃあこの先キノコがなかったら進めないんでしょうね。この生ゴミが。しゃがんでおいたらキノコを取れるだろう。よし、いいだろう。そしたらこの先の生ゴミも濡れるだろう。今なってった。神々じゃねえか。僕なんて人間なんだ、噛むことぐらいあるさ。いくら噛んでもこの先カットなんてしないからな。先に言っておく、すいませんでした。あ、待って待って、このオンオフの仕方まずかったんじゃね。いや絶対そうだ。あのバーの手前でさ、こうジャンプして降りたら下のオンオフしないんだよな。でも下に行くところあるね。うわ、あっち何なんだろう。チビになっていけってことか。いや、新耐久かな、新耐久
級とかだったら全然いいよ。ちくわで散るわしょうもねえんだよ。ここさ、オンオフした瞬間マジいいなと思ったんだよな。バーの向こう側にオンオフがある時ってだいたい手前でした方がいいっていうのがトロールコースの掟のような気がする。さあ下は何があるんだ。ドクロリフトがあると思ったけど意外とないな。罠が来てくれてもよかったんだよ。ドクロリフトになってどっか連れて行くみたいなさ僕は罠を待ち望んでるのさ。さあオンオフをしていいのかな。いや、しないでも先に進めそうだよね。一旦してみようか。なんか訳があるんじゃねえかな。え、なんなんだろう。もう一回したら、いや放題出てこないよな。じゃ試してみようか。これオンオフの意味わからんくらいそのまま先に進めるんかな。進めるかい。てっきりさ、もう一回オンオンして閉じ込められるみたいな、そんな結末を予想してたんですけど。 GG、 隠せる場所はないね。ゴールが一旦50個いっとってみようか。なんかそんな想像してたけど、なんだ何が来る。もう一回オンオンがダブル魚ならば全てを無視してこの先に進みます。そしたらゴールがあるんでねえの。頼む、ゴールボールよ、姿現してくれ。あったね、一発で取るよ絶対に。ちゃっちゃ言ってる、ちゃっちゃ言ってるってことはオンオフは変わると思う。だからこの状態にすれば絶対ゴールができるよ。みんな落ちるって思ってるでしょ。絶対思ってるよな。でもそんなわけにはいかないんだ。僕一発で言ってみせる。出せなんだ。じゃあさ、これ何もしないでいいの。何もしなくてもオンオフ変わりそうな予感がするんだよな。だねー、ここスタートと同じかな。2回すれば大丈夫みたいだ。いや、まだちゃっちゃ言ってるのが怖いんだよな。もう10回ぐらいしておく。いや、もう何回するか分かんないけど、もうこんだけすれば大丈夫でしょ。頼む、変わるなよ。やったいや、これね、ずっとやらなかったのマジで申し訳ないね。めちゃめちゃ楽しいコースでした。どうもありがとうございます。はい、それじゃあ次のコースは一発マリオ、一発マリオ鬼畜つらら下りということで、説明文に圧倒的サムネ映えって書いてるんだけど、確かに映えてるねこのサムネで。サムネを見る感じ、縦に6本のつららがあるんだけど、それを下っていけばゴールできるみたいだ。ただ難しいんだろうな。クリア率がめっちゃやばいことになってる。それじゃあ早速やっていきますか。クリア率は 0.39% で、話変わるんだけど、たまに ID を教えてくださいっていうコメントが来るんだよね。乗ってるから、この画面の左上の方に乗ってるから、これを見せるために僕は毎回この画面で喋ってるから騒がしいな今日も。で、このつらら降りていけっていうことだと思うんだけど、普通に降りてったらまあ間に合わないと思うんだよな。上からつららが降ってくんだか。真下に降りていけないってことはもう斜めに降りていくしかないと思うんだよな。これちょっとずつ右下行きながらみたいな、これでいけるんじゃないこれツルツルしてるからマジでむずいね。でも絶対それ以外ないよね。一番左から攻めてみようか。こっから右下に少しずつ降りていく。ちょっとマジでツルツルしてんだ。ツルツル。すいません、ピッコさんが出てしまいましたね。たまに言われるんですよ、IKKOさんと声似てないですかって。まあ僕自身そんなことは思ってないんだけど、どんだけなんかいけそうでいけないんだよな。あとちょっとっていう感じしない。このツルツルさえなければ結構簡単にいけると思うんだけど、くらただただ悲鳴を上げてるだけじゃねえか。ちゃんとコースの実況せ。ごめんね、いつも悲鳴ばっかりでさ。次、これマジ半端ないよ。相当むずいね。上からつららが降ってきた時とか叫びたくなる気持ち、やった方は絶対わかると思うんだよな。いやー来たれこじゃすな。やり方が違うのかもしんない。一列全部壊してみる。そしてこうやっていけるわけねえだろ。でもめっちゃ気持ちいいね、こう一列に崩れるの。こうやって全部崩せていけたらめっちゃ楽なんだろうけど、ちょっと待って、分かったかもしんない。これさ、まず一列全部崩すじゃん。そしてそっから二段目を崩したら結構開くと思うんだよな。こうやってしたらほら、そしてこっから攻めていこうか。これ行きにくいわ。ゴールのところじゃなくても一番下まで行ったら簡単にクリアできそうな気がするんだよな。これさ、ジャンプとかを混ぜてった方がいいのかな、こういう風に。あ、なんかこれいけそうな気しない。たまにこうやってジャンプ混ぜたら、いけるいける、攻略を見つけたぞ。分かっちまえばこっちのもんよ。スピンを入れた方が簡単だっていうことが分かったね。じゃあここで一旦3つぐらい崩しておこうか。そしてスピンで、なんかね、このつららが落ちそうになったらもうね、スピンして逃げた方がいいよ。次は左、左でいいのか。落ちて、やばこれめちゃめちゃ難しい。多分スピンしないでいける方法もあると思うんだけど、スピンした方がきっと楽になると思う。最高のコースありがとうございました。そしてご視聴ありがとうございます。
この動画が良ければグッドボタン、そしてピオキングのチャンネル登録ぜひよろしくお願いします。そして Twitter、TikTok もやっていますんで、動画説明欄の方からフォローをお待ちしております。最後までご視聴ありがとうございました。それじゃあまたね。